90年代の幕開けとともに、スポーツカーも新しい時代へと動き出した。ポルシェ911ターボの復活、フェラーリは 348TB で新しいジェネレーションを提案。そして日本からは NSX がデビュー。世界を代表するこの3台のスーパースポーツを真剣に走らせる。そこから90年代のスポーツカーがどう進化しているかがきっと見えてくるはずだ。長い歴史、伝統を守りつつ着実な進化を遂げていくヨーロピアンスーパースポーツと、新生 NSX、 そして GTR、RX7 という僕らのスーパースポーツにはどこか決定的な違いがあるのだろうか。今回は60分間をフルに使った超特別プログラムで究極のスポーツカーを探る。ポルシェ、フェラーリと国産最強のスポーツカー軍団がここに激突。車両総額9000万円オーバー、史上最強のスーパーバトルだ。04バトルは飛行場の滑走路を使用。ここからは若者の味方 RX7 と MR2 もエントリーだ。 OI7-928 をリード。このままポルシェを抑え切るか。あーダメだ。さすがゴリッターパワー、928の大逆転。さあ今度は348に MR2 が挑戦。MR2 絶妙なスタート。さあこのまま逃げろ。三速からフェラーリが伸びる。うわー追いつかれる。到着ゴール。3組目は問題の NSX 対テスタロッサのやり直し決戦。テスタロッサ大ホイールスピン、出遅れ。よし勝ってるぞ。しかし3速に入るとテスタロッサが速い。最終組は911ターボ対 GTR。 さあ勝つのはどっちだ。加速は全く互角。スタートの差をそのまま持ち越して GTR911 ターボを抑えた。コースが微妙に上っていたようで、各車 0.2 から 0.3 秒のタイムダウンとなったが、結果はやはり GTR の圧勝。しかし2位に入ったテスタロッサも見逃せない存在だ。さあ、僕にとってのスポーツカーとはですね、難しいですね。今ね、何でもありの時代じゃないか。スポーツカーそのものの区分というのはすごく曖昧になってますからね、何でもいいんじゃないかという気がしますね。その理由はね、自動車の開発政策っていうのは非常にお金がかかるようになって、少量の本格的なスポーツカーっていうのは非常に開発しにくい、作りにくい、そういう状態だからだと思いますね。そんなわけでね、僕は FF もいいし、いわゆる乗用車ベースのスペシャリティカー、そんなものもスポーツカーと呼んでいいと思ってます。で、なぜそうかっていうとね、スポーツカーっていうのは、誰にとってスポーツカーか、これが大事なんですね。つまり自分にとって、あ、こいつはスポーツカーだなと思える、そういうことが僕はすごく大事だなと思います。その中でね、一つだけ条件を言うとしたらね、スポーツカーらしいスタイリング、こいつを持つことだと思います。理由は後で言いますが、例えばね、スカイライン GTR とか、パルサーの GTIR だとか、そういうのはね、ちょっとスポーツカーと呼びにくいなって。あれ乗用車の格好してますからね。あれはツーリングカーで、乗用車のそのスポーティーカー、レーシングカーの元だと考えた方がいいと思います。まあそんなわけで、僕にとってのスポーツカーなんですが、一つはやっぱり違った自分を演出できる、いわゆる変身願望といいますが、こいつが一番だと思いますね。
スポーツカーへ乗るとちょっと気分が変わる、スポーツカーの世界に浸れる。まあだから目的はトランスポーテーションに使ってもいいし、もちろん箱根の山を素晴らしいスピードで走ってもいいんですが、大事なことは普通の乗用車へ乗ってる自分と違う自分がそこにいるんだと思わせる車、そういう車を僕はスポーツカーだと思ってます。で、スポーツカーというのはそんな風に区分がどん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 なくなって、スポーツカーそのものの基本的な存在というものが薄くなってるにもかかわらず、皆さんもきっとスポーツカーと聞くと胸を ときめかすと思います。それがスポーツカーの一番いいところで、まあそういうわけでスポーツカーという確固たる定義はなくなっても、それでもスポーツカーという言葉はずっと続くなと私は思ってます。久々復活ホーンバトル。やっぱり日本車は負けてる、個性がなさすぎるよ。さあ、大井福編のワインディングインプレ開始。さあ、憧れのフェラーリ348です。新世代のフェラーリですね。これ乗ってポッと感じるのは、ドライビングポジションとかね、そういう面で、昔はなんかフェラーリっていうのは、イタリア人体型に合うものであって、日本人が乗ると結構扱いにくいのはしょうがないんだっていうのがあったんですけども、それが結構しっかりしたポジションが取れるようになりました。この前乗った時は、ウェットだったんで、非常にいつテールがすっ飛び出していっちゃうかわからない。で、テールがすっ飛び出したらもう抑えるドリフト走行じゃなくて単純なスピンにしかならないっていうような、そういうなんか恐ろしい雰囲気をもろに味わったんですけども、ドライだとそういう感じは、全く出ません。でもウェットで感じたステアリングインフォメーションの乏しさとか、その動きの感じ取りにくさっていうのは、ドライ路面だと今度サスペンション剛性のなさとかボディ剛性のなさ、この辺に、出てくるようです。タイヤ自体のグリップが相当でかいですから、打角が当たってる時にパワーオンすると足がなんか倒れ込んでっちゃうような、それによって妙なアンダーステアが起きたりとか、それからテールもタイヤのグリップだけで粘ってるみたいな、ちょっとその辺がもうちょっとしなやかになってくれるといいだろうなと。348から911ターボに乗り換えました。なんというソフトさ。この振動はまるでなくて静かで、乗り心地もソフト。おお、これは早いな。さすがターボ。だいたい4000回転から上であれば強烈なパワーを発生します。で、足が柔らかくなったせいもあるんですけども、低いレベルでの唐突なプッシングアンダーとか、お尻がズバッと出てしまうとか、そういうのは一切なくなりましたね。この車は結構、びっくりするほど足が柔らかいです。ワインディングのセルシオとでも言いましょうか。箱根の、うねりの多いドタボタした路面で、それをあらゆるショックをソフトに受け止めて吸収して走っていきます。しかしですね、当然余計な動きが増えます。パキッとしたスティアリングフィールっていうのはこの車にはなくなりましたね。性能的に悪くなったところは多分一つもないと思うんですけども、よくしかなってないと思うんですけども、
あとは考え方の問題だと思います。 NSX と、フェラーリとどっちが良いか、どっちがいい車か、それはね、どこで楽しむかっていう問題だと思うんですよね。それは MR2 にしてもそうだし、じゃあまあ都内で楽しもうか。そしたらね、間違いなくフェラーリだと思う。しっかりと人目引きますしね。それに対して NSX はなんかすごく無味無臭な、つまらないやつっていう感じがするんですよね。でもこういうところに来る、まあ来る途中の高速道路もそうですけども、そうすると NSX はいいんですよね。欲しいところっていうとあれですかね、ステアリングフィール、これは結構タイヤによるところが多いと思うんですけども、なんかそのシュッとしたステアリングフィールが欲しいなっていう感覚がしますね。これです。これがフェラーリテスタロサ。この車の魅力は何といってもこのバカデカさとパワー、音、これに尽きます。なんで尽きるかというと、これはハンドリング、ブレーキ、その他、その他は大変です。ドライバーはさすがに結構もう古い車ですから、まあこの車は89年式ですけども、設計の古さも結構感じますね。だからなんかあんまりこの車をサーキットで走らせて、でどうこうとか、そういう問題で騒いじゃいけねえんだろうなと。箱根セクションは音とスポーツフィールで348のポイントが高かった。さあ今度は G ギャル石原の助手席チェック。僕らの買えないポルシェフェラーリの助手席にはなぜかいつもギャルが乗っている。なぜだ。今日は8台の車に乗ってみたんですけども、もちろんこの中で初めて乗った車っていうのはあったんですけど、私が一番好きな車はこの928で、なんでかって言われると困るんですけど、やっぱりこのシートがすごく座りやすいっていうことと、あと中が広く感じるっていうことが条件なんですけど、残念だったのは NSX で2シーターで、やっぱり周りが見えすぎちゃって、ちょっと加速しただけでちょっと、目が回っちゃったかなっていうのがあって、フェラーリも乗り降りが少し不便かなっていうのが残念だなと思います。 MR2 なんですけど、前の形の方が好きだったなっていうのがあって、すごい今のは丸みを帯びてちっちゃくて、でまして2シーターで圧迫感を感じるっていうのがあんまり好きじゃないかなっていう。で、あとエンジン音なんですけど、フェラーリとかはすごく音はいいんですけど、やっぱり928に比べたらちょっとうるさすぎるかな、高いかなっていう。でやっぱり928は静かな、低い音でブオン、かっこいいですよね。パート3はホテル乗り付けチェック。300万の MR2 と3000万フェラーリで態度を変えるのは警察だけか。都内の某一流ホテルへ隠しカメラをつけて挑戦。フロントへ用事を済ませに、ちょっとの間車を置きたいとオーダーし、相手の対応を見ようという作戦。なぜか偉そうになっている田辺。しかしそのトレーナー、どうにかしてくれる？ちょっとフロント行きたいんですが、どちらに止めればよろしいでしょうか？フロントの何のご用でしょうか？宿泊のちょっと確認をしたいんですけども。あ、ご確認だけで戻られる？ええ。5分ぐらいで戻られますかね？そうですね。あ、そうですか。じゃあすみませんけど、一回回ってきていただいて、はい、あのプレゼントの後ろにお願いいたします。はい、あ、スロープの。そうですね。あ、そうですか。はい、わかりました。
ということで、このテスタロッサの場合はすぐ戻るということで、一周してまた止まってくるというふうに言われましたが、あ、タワマンがちゃんといました。誘導してます。この車は、MR2 です。さて、お貸してくれるでしょうか。はい、いらっしゃいませ。あのフロントに用事があるんですけど、何かお届けしてすぐ出るんですか。ちょっと時間かかります。すぐじゃあその看板の脇をして鍵だけつけてください。はい、で終わったら、その脇でいいですよ。左側のようにしちゃって。MR2 担当の2例はほとんどお使いの坊や扱い。やっぱり態度の差は出た。 MR2 でダメなら NSX でどうだ、値段も高いぞと今野が挑戦。だが駐車場所は MR2 と一緒。しかし、じゃあ鍵だけにちょっと開けちゃってください。そうですか。はい、ロックしちゃって結構ですから。ま、世の中こんなもんだね。